はい、横さん、はい、今日私こっち側です。はい、はい、やってまいりました、はい、ジャパンゴルフフェア2024、はい、やってまいりましたということで、はい、早速、はい、ピンの、はい、ピンさんのブースにお邪魔しております。はい、もういつもね、かぶってるかぶってない、一番かぶってないのはピンですよって大体ね、みんなの人にね、うん、聞かれたら大体言うんです。もうそこに新しいアイアンがあったからもうついつい吸い寄せられてきちゃいましたね。うん、で今回ちょっとね、あの僕たちだけだと説明不十分なんじゃないかということで、安西さんに来ていただいております。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。安西さん、やっぱり僕ね、どこのアイアンおすすめですかって聞かれていつもピンって答えるんですよ。 ありがとうございます、はい、とりあえず一番無難ですよ、はい、うん、ありがとうございます。優しさが一番の売りですので。優しさ、ね、はい、優しさね、はい、じゃあちょっと早速商品の方行ってみましょう、はい、もう皆さん興味津々ですよ。新しいこちらから行きますか。ブループリントの T と S。 そうそうそう、はい、これがね一番こうぬかがのセッティングだったかな、うん、インスタで見たんですけど、ブループリントのこれ新しいやつですよね。はい、はあ、そうです。これどこがなんかどう変わったんですか。はい、こちらは前作のブループリントというアイアンが出たんですけど、それはもうトッププロに向けてなるべくシャープで弾道がプロたちが求めるような弾道と高められるようなオフセットであったり形状にして、かつスピンが適正に入るような溝の設計、あとは何といってもこの2側にですね、はい、ここに入ってるの見えますか、はい、これウェイトですか、はいはい、これがですね、あのミスヒッターそこの優しさにつながってますので、うん、完成ポイントが見た目はシャープなんだけど高いブレードアイアンというところです。じゃあ溝とかそういうのも前のモデルと変わってるってことなんですか。はい、前のモデルとほぼほぼブループリントの前作が完成高かったので、今回はどちらかというともう少し各番手ごとのロングアイアンからショートアイアンの形状が均一になったというところが考えてもらうと、形状が均一になった、はいはい、プロたちはロングアイアンからショートアイアンまでなるべく同じ大きさを求めるというところがありまして、アマチュア向けですとロングアイアンこう大きくなっちゃうんですけど、そうしてしまうとちょっと違和感あるので、まあ、そこのセットの構えた時にその長さというところもこう加味して作ってます。なるほど。前はロングアイアンが前の方が少し大きかったんですよね。ロングアイアンちょっと長めだったのをブレード長ちょっとこう短くしてあげて、まあ、あのもうここは上級者プロが使うので操作性というとご重視して、ドローだったりフェードだったりが出やすいような顔にしてあげたというところが大きいです。は、本来あのロングアイアンが小さくなっちゃうと、はい、難しくなっちゃうんじゃないのと思うんですけど、そこは、はい、そうですね、あのそこは、はい、ある程度通貨のウェイトもあって完成ポイントは維持しながら、はい、でも形状は小さくしてあげた方が、このトップレベルのプレイヤーたちの満足度が非常に高いのと、やはり顔がすごい大事ですので、うん、その時にイメージしやすい顔でセカンドショット打った時もショートイン行った時に次問題なく構えられるというのがここの今回の進化にあると思います。ほら横田さん、僕たち、はいはい、あのブループリント使ったじゃないですか、はいはい、で、まあ、今僕 i210 に変えちゃったんですけど、はいはい、これまたブループリント S っていうこのカビティのモデルが出たのもまたちょっと気になりますよね。そうですね、嬉しい、はいはい、こちらですね、はいはい、やっぱこっちの方がボール上がりやすくて、はい、優しい。そうです。で芯も広い、はい、うん、こちらはブループリント S というアイアンなんですけども、はいはい、構えていただくと分かる通り T よりは少し大きめ、うん、ちょっと大きめ、はい、優しさを感じられるようなものになっているというふうに思います。今までブループリント1機種しか出してなかったんですけど、うん、今回 S というのはもう少しブループリントのような形状を使いたいんだけど、かつ優しさを求めるような、プレイヤーたちに向けて作ったものです。なのでキャビティ感が少しありながら、かつ、打感の良さもブループリントティーと損われないような、ものに仕上げて、溝もちょっと多めに入れてますね。摩擦力が入るような溝加工をしています。うん、ちょっとこの多めっていうのは本数が多いんじゃなくて、はい、この何このミーリングミーリング、ミーリング溝の本数とあと摩擦係数も上げてますね、はい、特殊な我々のマイクロマックスグループというのをつけてます。メッキが特殊なんですよね、はい、水に強いっていうか、はい、
またこ、はい、そうピンの、うん、いいところは、うん、メッキの方にスピンがかかる、そのウェッジですごく発揮するんだけど、うん、めちゃくちゃスピンがかかりますよね、うん、はい、これは我々の方の研究で溝の本数とか素材とか重心だけではなくて摩擦係数っていうのも非常に重要だというのが分かってますので、アタックアングル打ち方によっても影響してくるんですけど、その中でいろいろ調べて一番可能性が高く皆さんが打った時にスピンが入りやすいような、程よい、ほどけてもないしかかりすぎてもダメっていうところで、ロフトごとにそこは仕上げだったり摩擦係数等を完備して設計してますので、打った時にはすごい感じられる。ウェッジはかかりすぎちゃうぐらいかかっちゃう時ありますあの、はい、プロの皆さんからそういう声もいただきます、はい、それぐらいかかります、ググって止まって、はい、僕 の、 あの哲学の中ではノーメッキ以外は話にならないっていうのはあるんだけど、唯一ピンだけはあのメッキしてあるのに、ノーメッキ以上にスピンがかかるっていうのは、あ、 ありがとうございます、すごいですよね、そう、うん、こちらですね、他のメーカーじゃやっぱりノーメッキにしないと吸い付いてこないところが、吸い付きまくるっていうのは ね、はい、滑らないっていう、メッキあるのに滑ってポンっていかない、そうですね、そこのところはもう打感にもつながりますし、うん、やはりあのプロからのテストの中では一発ポコンが出てしまうと使い流してしまう、ポコンが出ない、はい、っていうのがあるので、そこが出ないような設計と程よい弾道っていうのが重要します。いわゆるそう、こう入ってきてギューって低くバッと出るのが普通の当たりなの、ポコンっていうのはホワっていっちゃう、ここで滑っちゃう、滑ってホワっていってショートしちゃう、これをポコンっていうんですけど、よくねあのお客さんに、あのプロみたいな低くて止まるボールってどうやって打つんですかって聞かれますけどね、そうそうそう、あれそう道具ですよ、あれの仕掛けがあるんですよ、道具です道具なんです、あの魔法じゃないんでマジックなんでってよく言うんですけど、ね、そうですね、みんなね魔法みたいだなって言うんだけど、手品で種も仕掛けもあるんですよ、うん、僕の打ってみてくださいって言ったら、あ、本当だっつって、それがピンのウェッジで打てますから、そうですね、打てますよね、まあ、それが簡単に、はい、 あとそこに大事なのは、あとソールタイプとフィッティングして来角っていうところも打点買ってきますんで、ソールと来角、あと長さ、はい、うん、バランス、こういったところが全て需要されてきますかね、だから僕は思うんだけど、ブランドとしてね、うん、あのピンが一番ゴルフを分かってるし、そのプロの意見とかを一番吸い上げてるし、うん、リアルにゴルフ分かってる人が作ってるブランドだなっていうのが分かる、うん、ありがとうございます、ちょっとね、はい、例えばテイラーとかキャロウェイとかとはちょっとそういう意味ではクロートっぽい感じがすごいするイメージが、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ横田さん、もう一つ、じゃあ、はい、もう一個、一個ご紹介していいですか、だんだん上がってきました、はい、はい、ブループリント、はい、S と T なんですけど、はい、これは多分プロの皆さんがよくやられると思うんですが、ロングアイアンは最近こう大きめの使われるんですけど、さっき T ちょっとちっちゃいってあの説明しましたけど、実は今回同じ名前になってるにも理由ありまして、 S と T をコンボセットっていうんですけど、最近男子で違うモデルのものをあえて選んで、ロングはこのモデル、ショートはこの顔というふうに好む男子いっぱいいると思うんですが、それができるようにあえて同じロフト設計にして、あえて同じロフト設計、37番で33度です、だからおかしくならないんですね、そうです、でかつその顔もS と T で違和感ないように設計したというところがありますので、なるほど、だからもう7番アイアンぐらいまではマッスル使いたいよ、はい、でも6番からはボール上がんない止まんないみたいな人がコンボで使えるわけですね、はい、なるほど、でそういう、はい、だからバラで買えるんですよね、そうです、 T のアイアンとかね、全部オーダーで、やっぱりピンのこだわりは来角をね選べるっていう、うん、これは皆さんあのぜひフィッティングをね、いろんなゴルフショップでやってるから絶対やった方がいいです、カラーコードっていう来角がありまして、その中で調整させていただいているんですが、はい、基本は我々も調整って何か取り替えてくれるって、なんか来角を変えます、変えてくれる、あ、一度刻みで変えてくれる、そうです、自分に合わなかったなと思ったら、思ったら、はい、送って調整してくれるみたいです、まあ、そっちはちょっと有料のサービスということですけども、アフターサービスも充実してる、はい、そうですね、あと一つこれもう一点ですね、あのせっかくなんでご紹介しますと、この S の、上の番手の方だけここに何か入っているのをお気づきだと思うんですが、これですね、重心を下げるためと球上がりやすくするためと打感が良くなるっていう、我々の CTP って言ってエラストも入れてるんですけ ど、 なるほど、この中がくぐり抜けてまして見た目は分からないんですが、
重心これかなり低いですので球がすごい上がりやすいんですが、使いたい、はい、じゃあちょっと6番アイアンから上は、それそうです、こっちにして、うん、7番から下をブループリントにするという使い方ですね、はい、そういうセットはあの我々としてもぜひ一般のアマチュアの方にもお勧めしていきたいなと、かゆいとこに手が届く、はい、あとアイアンあっちにも530、そうそう、新しいの、あれめちゃめちゃいい顔してましたね、ありがとうございます。こちらこちら、はい、530、はい、ね、そうです、これは 何500シリーズ、こちらはそうです。I525 の後継。525の後継ってことですね。後継となります。はい、はい、でこちらコンセプトはですね、今数多くの選手たちが、アマチュアの方も含めてなんですけど、かっこいいアイアン使いたい。打感がいいのがいい。顔がいいのがいい。でもちょっと引き下ろしてきちゃってるっていう人いっぱいいると思うんですけども。飛んでほしい。はい、うん。でも打感欲しい。うん、かっこよさも欲しいというところを全て叶えたのがこの I530 になっています。なんかさらに前作に比べてシャープな見た目で、はい、そうですね、見た目がアスリート向けな感じに近づいたような印象ですけど、こちらはもうバックベースから見ていて構えていても分かると思うんですが、ターゲットとしましては、I230 アイアン、これすごい日本で女子プロも多いんですが、この方たちが次にじゃあ優しいのって時に今までなかったんですけど、そこに顔も変わらない、でも飛距離性能は230よりはるかに飛ぶって一番手変わるのがこの530なんです。へえ、それ嬉しいですね。210の光景が230です、はい、でちょっと嬉しいことにちょっとバンス減りました。バンス減りました、ね、さすがですよ、これ、はい、おバンス減ったと思って、これ、はい、だいぶねこれバンスが当たるのだけが嫌だったの、うん、春先とかに使えないから、はい、なんかそれだけが嫌だったんだけど、あ、バンス減ったよと思って、ねえ、優しくてかっこいいアイアン、はい、フィンのアイアンはアリゾナで開発してるんですか。そうです、全て本社のアリゾナの方で開発陣が研究を行ってやっております。やっぱりアリゾナってね、まあまあ冬はちょっと芝刈れるけど、はい、やっぱり結構芝の息がいいから、なるほど、そうだからバンス必要になってくるんだろうね。そうですね、だからどこの地域でね、研究してるかによって、うん、やっぱりバンスやっぱアリゾナは、ちょっと夏場になってくると、そうです、やっぱ必要になってくるし、はい、うん、芝生の状態が日本と違って大体ボールが少し沈んでることが多いの で、 そうです、多少こう下に入ってバンスがないと打ちづらいっていうのが結構アメリカの芝の状態ではあるんですけど、その中でいうとこちらちょうど日本の芝でもちょうどいいぐらい滑ってくれる感じになってます、はい、うん、なるほど、はい、ねえ、今回ロフトを前作から29度から27.5度という 1.5 度ストロングロフトにした、またストロングに、はい、しましたので、はい、今までちょっと150ヤード7番で届かなくなってきたなっていうところで、いきなり、飛び系だったりちょっとヘッドキーの行くのは抵抗感あるという方いっぱいいると思うんですけど、そういう方たちがこの530使っていただくといいかなと考えています。なるほど、違和感なくアスリート向けアイアンから移行できる飛び系アイアンってことですね。そうですね、 1.5 度はでかいね、うん、だって半クラブ飛んだような感じになるから。そうですね、はい、でこちら の G730 もこれ新しいやつですよ、いい、ね、はい、そうです、はい、そうです、うわ立ったね、またロフトが。そうですね、もうこちらピン史上最も飛距離を追求して最も優しさというところで、まずロフトが 26.5 度と7番アイアンで言うとですね、 26.5 度、はい、というロフト設計になってます。この G730 はあれですよね、横尾さんも名機だっていうあのクロンパが使ってる G25 の最新版みたいな、はいはい、そっからの流れですよね。そっからの流れで、はい、波及してます、はい、でこの G シリーズの特徴は、はい、オフセットです。まずオフセットがやはりあのピン の、 昔からのアイアンで I2 とか使われてる方多いと思うんですけど、ここの数字のことオフセットですね、はい、うん、このオフセットが強いので、うん、非常に球が捕まりやすくて優しく打てるっていうところと、もう一つはこのワイドソールですね。ワイドソール、はい、ここがソール幅が広いっていうのがこのアイアンの特徴でして、ハイブリッドちょっと苦手、フェアウェイも短い番で苦手という方はこのアイアンを上の方使っていただくと、そこをアイアンでカバーできちゃうと。なるほど、アイアン好きの方に開発してます。なるほど、
ユーティリティ打てないけど、はい、ロングアイアンでしっかり球上げたいっていう人はこれをぜひ選ぶべきだってこと、ね、はい、これはすごい武器になると思います、はい、なるほどね、すごいですよ、ドライバーだけじゃないアイアンもやっぱすごい、ドライバーいきます、やっぱドライバーもマックス 10K、はい、買いましたよ僕、 ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ドライバー、はい、こちらが最新作の 10K となってます、はい、やっぱダントツで優しいですよね、はい、横田さん、この通部分にこちら 10K というのが入ってます、うん、はい、でもねちょっとこれは僕からするとちょっと物足りなかったです、うん、なるほどね、横田慎一郎でちょっと辛口なんで大抵、うん、はい、突っ込むんですけれど、はい、ちょっとねオートマチックすぎて、はい、だからね俺これ買ったんだけど、はい、やっぱりこっちのマックスとかの方がマックスの方球を作りに行きやすいかなと思って、はい、これはだからアマチュアの人に超おすすめ、うん、はい、勝手にオートクルージング、うん、そうです、でっかい船乗ってるような感じだよね、うん、これやっぱちょっと小型ボートの方で自分でキュッ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 ってやりたいからそうするとやっぱりこっち系になってくるんですか、そうですね、もうまさにおっしゃる通りで、はい、マックスこの2種類あるんですけど、はい、どっちがいい悪いというのはなくてですね、はい、我々フィッティングしてますので、うん、ぜひ打っていただいて確かめてもらいたいんですが、マックス 10K は、うん、もう、はい、横田さんおっしゃるとおりオートマチック、はい、もう何しろヘッドが最高にぶれないので、うん、まっすぐ戻してまっすぐ戻してきてさえしまえばもう本当に曲がらないクラブ絶品です、うん、球も上がりやすいですね、はい、ただもう少し操作性もっていうところであれば、はい、マックスの方がヘッドの、タイミングであったりそれからヘッドの挙動っていうところでいうともう少し操作性があるような設計になってますので、そうですね、はい、まあ、僕なんかは芯外しちゃうからマックス 10K の方が朝一のドライバーとかも安心して打てちゃう、あ、そうですね、そういうアマチュアの方も多数いらっしゃるかなと思います、でより操作してクッと強い球を打ちたいのは横さんこれね、マックス、ね、マックスだね、はい、何種類あるんでしたっけ、あと LST と SFT、はい、そうです、はい、で男子プロに一番人気なのがこちらですよね、はい、こっち、はい、LST テレスピーモデル、はい、これが一番、あ、そうです、ヘッドがちっちゃいです、こじんまりしてるやつ、うん、そうですよ、これがじゃあ一番球作りにいける、はい、ロースピンテクノロジーの略ですか、そうです、ロースピンテクノロジーの略でして、うん、ヘッドがマックスと比べるとちょっと小ぶりになってるおり、かつスピン量がマックスと比べると300から400回転ぐらい少なく出るような設計になっているので球が非常に強いです、あ、じゃあ俺これがいいんだ、うん、ちょっと選択ミスだ、でもね、まあ、でもね対局のやつをちょっと使ってみたかったので、はい、ちょっとあまりに衝撃を受けたので、ありがとうございます、はい、でもう一つがこの SFT というモデルですね、SFT、はい、これは一般のアマチュアの方に、はい、おすすめで球を右に逃がしてしまうという方は、うん、この SFT モデルヒール寄りの重心になってますので、なるほど、はい、こちらがおすすめです、重心がヒール寄りで捕まりやすくなってるってことですね、はい、ヘッドの返りやすさが一番ありますね、あ、だけど面がいい意味で被ってない、だからドロー打ちやすい、なるほど、かぶらせてるわけじゃなくて重心設計でしっかりと本当、横田さんありがとうございます、我々のピンのもう一つあると普通いろいろなところの考え方あるんですけど、我々基本どんなモデル出してもフェースアングル0度っていうのを基本してるので、フェースアングル0度、はい、ロットでも変えず9度でも 10.5 度でも基本は0度っていうところを目指して球の速さなんで、こういうモデルでも右に向いたり左に向いたりってことは基本させず、もう基本は0っていうのをやっております、そうなんですね、はい、だってドロー打つのにフェース開いて入ってくるんだから、フェースが右向かなきゃ右に球出ないんだから、はい、なんかね捕まりやすくってドローバイアスにするのは何やってんだよって思っちゃうんですよ、うん、なるほどね、さすがね職人系のやっぱピンは違うね、守るべきこといじっちゃいけないとこをいじらない、フェースアングルはどのモデルでも0度、基本は0度でやっております、分かってんなピンは、うん、はい、はいはい、あとは別動画でウェッジのことは、そうそうそう、ちょっとでもなんか新しいの出るんですよね、ウェッジ、そうです、はいはい、ちょっとだけちょっと見せてわかりました、はいはい、すみません、ユーティリティも僕ピン大好き、ね、はい、モデル過去モデル買いましたよ、はい、さあこちらです、新しいウェッジ、うわまたかっこよくなってるし、はい、こちらになります、
あれだね、塚田さんのクラブ自慢が始まりそうな塚田さんのやつだね、これは、ね、はい、あのおなじみの形状もここで見られるかと思うんですけども、はい、うん、今回のシリーズは S159 というシリーズになってまして、はい、うん、今までグライドシリーズでフォージドプロというのと 4.0 というの2種類あったんですけど、はい、それを1種類に統合しております。で、特徴というのがあの、はい、このウェッジでも我々一番は優しさというところを考えてますので、はい、まずはバックフェースにこちら CTP というエラストマーを全部入れてるので、 CTP というエラストマーですね、エラストマー、エラストマー、はい、樹脂ですね、樹脂です、はい、入れてますので、はい、打感の良さと、あのブループリント S のロンガイアに入ってたやつですね、はい、自由に、打感が良くなって重心も下げることができると、かつ優しさ重量支援配分ができるという構造にまずしてます。なるほど。で、今回はですね、あの我々はこのソールタイプ、うん、こちらをぜひ皆さんにフィッティングして選んでいただきたいなというのが、6種類、はい、一番あります。でまずこちらなんですけど、はい、S グラインドが普通のスタンダードのソールタイプなので、上の方の番手から下まで揃ってる、いわゆるオーソドックスな、はい、ものになってます。これ系、はい、これの特徴はうっすら後方の方を削ってあげて、ソールトゥー側とヒール側のリリーフをつけてあげたスタンダードタイプというので、フェースを開いたり閉じたりしてもこの S タイプであればどの番手でもそんな違和感なく使えるというものに仕上がってます。なるほど。でバウンスも程よく中間のもので設計してますので、うん、はい、いいですね、このオーソドックスの顔になってます。はい、いいね。でその次はワイド、次がはい、ワイドソールの W グラインドというものなんですけども、はい、これはバウンス多めでソールが広い、バウンス多めで広いんだ、はい、というタイプになっています。これはね、女性はこういうの使うとね、バンカートップしちゃうから、はい、女性は使わない方がいいですよ。そうですね、力のある男性、W こちらになってきますね、これですね、はい、あ、こっちだよね、はい、こっちですね、こっちこっちこっち、こちらのものですね、こっちは何、ワイドソール、これが今のワイドソールですね、こちらになりますね、はい、ソール幅がこれはですね、先ほど選ばれたのが S の方になってました、あ、はい、あ、こっちですね、はい、あ、オーソドックスのやつ、はい、これだ、はい、ワイドソールになります、これだ、これこれこれ、まあ、ダフリのミスに強いっていう感じですかね、そういう感じになってますね、はい、あ、でもこれは夏場とか、うん、芝が生えてきてからのがいいですよ、うんうん、はい、で、今あのツアープロたちにも人気なのがこの B という新しいソールタイプのものなんですけど、ツアープロに人気なやつがこの B、はいはい、バウンスソール、はい、これは我々新しいソールタイプでして、ソール幅が広いんですけどバウンス少なめ、さっきの W と逆のタイプになってきます。結構プロでこういう削りにしてる人いませんか。これは丸山さんよ、うん、だからこうシャローに打ってくる人あ、そうです、うん、はい、こう救っていくレベルに入っていく回復は、うん、ジャンボさんはバーンって地面に叩きつけるんだったら、うん、こっちです、はい、バンスハイバンスの、うん、ドーン。でも丸山さんみたいに芝の上をこう丁寧にサッとこう救っていくようなふわっといくのはこっちですね、はい、こっち B グラインドので、これはもう打ち方によっても全然違ってくるかなと思います。でもこれはもう自分で削らないとこの形作れないと思ったけど、そう、あとコックのできない人もこれがいいよ、うん、コックできる人は芝に打ち込めるからこっちがいいけど、コックできない人はこれ、はい、こちらですね、はい、はい、丸山さんコックできないみたいなこと言ってるわけじゃないですよ、うん、丸山さんもどれだけでもしなやかに動くから、うん、はい、何人でもできる。次はこちら H グラインドっていうので、H、ハーフムーンソールです。これは我々あの、ワークスという部署があって、あの、はい、ソールのグラインドをこれまでもオプションで対応してきたんですけど、その中で一番人気のあるタイプを選んでラインナップ入れてる。そうなんですね、はい、なんかプロゴルファーのほとんどはこのやるね、やってます、みたいな、うん、そうです。これはもうすごいあの多様性に優れたソールタイプになってまして、閉じたり開いたり、うん、して、いろんな打ち方をしたい、いろんな打ち方ができる、はい、っていうバーサタヘルティを持ったものがこのハーフムーンというソールになってます。これもやっぱプロに人気のグラインドなんですね。そうです、はい、であとはもう
これはもう上級者好みの薄いやつですね。 T グラインドというソール幅が一番薄いやつ、はい、これ塚田さん T グラインドでしたね、はい、テクニシャン向けです。はい、あそう塚田さんこれも使ってるよ、ね、うん、はい、 i2 も使ってます。薄い細いやつね、うん、はい、細いやつ。タイ人はもっと細くするからね、このもうほとんどこの三日月がないんじゃねえかなぐらいまで削っちゃうから、うん、これは球ふわっとした球開いてロブショット打ったりとグリーン周り専用に開発しているものになってきます。なるほど。そしてこちらが E グラインド i2 ソールですね、はいはい、E グラインドこれほら、はい、最後だ。真ん中へこんでんのこれ横田さん、これいやいやよくさ昔の人はさバンカーいっぱい練習すると真ん中がへこんでくるんだよね、うん、そうするとこう馴染んでこうすごい何とも言えない絶妙なフィーリングになってくるんだけど、それをあえて作っちゃったっていうのがね、はい、最初から、はい、これ我々独自 のスクープソールって呼んでるんですけども、はい、バンカーに入った時に程よく砂に入るんだけど潜りすぎないから球が楽にバンカーから出せるっていう、なるほど、はい、昔から採用しているソールタイプになります。すごい。そうこの馴染みのピンといえばの形ですよね、はい、そうですね。もうバンカー苦手な方はぜひこちら選んでいただければと思います。 PI2、はい、なるほど。いやで最後にこれだ。アプローチイプスになった人は左でやりましょう、ね、服部真由ちゃん方式、うん、まあ、左利き のクラブも豊富なのがピンのね、はい、そうですよね。バーバーアッツソン、はいはいはい、もう全てのクラブ左全部取り揃えてますんで、はい、左の方もぜひお願いします、うん、ということでこってりいきましたね、はい、ピンでこってりいきました。こってりいきました、はい、ありがとうございます。安西さんありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ということで、ジャパンゴルフフェア2024、はい、このように盛り上がりを見せております。はい、開催期間は金土日と、はいはい、金土日で、はい、8日からですね、はい、8日から、はい、8日から10日までです。はい、はい、ぜひですのでぜひお時間ある方は遊びに来てみてください。金、はい、のブースめちゃめちゃ盛り上がってます。ありがとうございました。ありがとうございます。